はい、皆さんこんにちは。今回は、ソニーの、コンデンサーマイク購入したんですが、このマイクスタンドがついてるんですが、これを外して、クリップを、ここにつけれるタイプですね。クリップをつけて、ピンマイクにもなるっていうパターンものです。今使ってるカメラが、プラグインパワー対応じゃありませんでした。でこのマイクせっかく買ったけど使えないっていうことになっちゃいました。そこで、単三電池2本入れて、これ USB の電源充電器として使える、ものですね。これ単三電池2本入るのでちょうど 3V で、これを使って、コンデンサーマイクに電源を供給する、ボックスを、作りたいと思います。この電源ボックスと、あとこれにこのマイク用の延長ケーブルですね、これをここにつけると。で抵抗が1本、いりますが、余っていた手持ちの 3.3 キロを1本使いました。はい、で、できたのがこちら、プラグインパワー装置とでも言いましょうか。単三電池2本で、このマイク、コンデンサーマイクをここにつないで、で、この反対をカメラにつなぐということです。はい、ただ今は、カメラの、内蔵マイクを使って収録してますが、それでは、このコンデンサーピンマイクにつけて繋い替えてみたいと思います。はい、今このピンマイクで撮ってます。ピンマイクで撮ってます。ちょっとレベルが上がったかなと思いますが、いかがでしょうか。とりあえず使えているように思います。コンデンサーマイクのプラグインパワーユニットを作ってみました。以上、ご視聴ありがとうございました。